人残らず俺の兄弟だろうな。新兄のペースでいいんじゃない。じゃ二人でデートしよっか。せめてちゃん付けなど可愛らしく呼んでほしいところです。次は手加減しないで。元気出しなよ先輩。好きなの。シュンジケの子供たち2025年放送開始。